皆様こんにちは、ロリンダのテラブです。この動画はですね、いつもは高価買取ブランドをお話しさせていただいてるんですけれども、今日はですね、パテントレザーのベタベタの取り方をご紹介したいと思います。はい、こちらにですね、何やらこうちょっと見えておりますのが、ちょっと今日の秘密なんでございますけれども、はい、早速見てまいりたいと思います。このようにですね、パテントレザーは、このように黒い、シミは取れないんですけれども、こちらにつきましたパテントある程度は取ることができます。ものすごくひどくなった状態ではちょっと難しいんですけれども、少しぐらいのものでしたら、結構手軽なもので取ることができます。はい、早速見てまいりましょう。今日はですね、まずは3段階でロリンザをやってるんですけれども、まず一番最初にですね、FX というこちらのですね、ドイツ製のクリーナーを使用します。レザークリーナーって書いてありますね。これはですね、クリーナーと栄養保護剤が2本あるんですけれども、必ずこのクリーナーの方を使用してください。これでまずですね、表面を全部整えまして、よく乾かします。それでまだの、残っている場合はですね、このようなウエスにこちらの100均、これ多分おそらく100均だと思うんですけれども、重曹クリーナー、キッチンクリーナーなんですけれども、重曹が入ってまして、汚れを、強力な汚れをですね、強力に汚れを取る、ものなんですね。はい、今回はですね、これを、2回目に使用しました。はい、それでもベタベタがちょっと残ってる、さらっとしないっていう場合はですね、続いてなんですけれども、エタノール消毒液、これをですね使用しまして、このウエスにですね、吹きかけ、使用して表面をしっかりと、ね、何度も何度もこすります。はい、そうすることによって、だいぶベタつきが、取れました。今乾燥しているところなんですけど、先ほどやりましてですね、今乾燥しているところなんですけれども、かなり取れております。最後の仕上げといたしまして、これちょっとあまりお見せするのはちょっとどうかなって一瞬思ったんですけれども、こちらですね、何やらタミヤのマークが 見えておりますけれども、クリアのラッカー系スプレーで表面を、パテントレザーの表面をコートしていきます。これはですね、もちろん修復品などといった記載はもちろんするんですけれども、そうすることによってほぼですね、表面のベタつきは取れて、通常通りお使いいただけるお品に変身いたします。はい、ロリンザーではですね、このように復活を、させて、リペアをさせていただいて、またもう一度ですね、世の、誰かにですねお使いいただける状態にして、次のオーナーへバトンタッチさせていただいておりますので、状態が悪くてですね、お捨てになる前にですね、ロリンザーにぜひお電話くださいませ。きっとですね、このバッグも生まれ変わって、また新しいオーナーのところにですね、使っていただけるお品となると思います。このバッグくんもですね、バッグちゃんも喜んでいると思います。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。この辺のですね、エタノールや重曹は誰でもお気軽に、100均などで、ドラッグストアなどでですね、手に入るものですので、一度やってみてください。はい、それではまた撮らせていただきます。ありがとうございます。